新潟市北区にあります小谷の森保育園に併設されています。こちら両語児保育室木漏れ日です。早速中に入ってお話伺います。ここからのご案内を木漏れ日保育士の小田さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。綺麗な施設ですね。ありがとうございます。こちらは両語児保育施設ということですが、両語児保育施設とどういった施設になるんでしょうか。はい、両語児保育施設とは病気の治りかけのお子さんをお預かりするところです。利用できるのは生後6ヶ月から小学校6年生までの新潟市在住のお子さんです。ただし新型コロナウイルス感染症と診断されたり、その疑いのあるお子さんは利用できません。なお、お子さんの症状の重さによって受け入れが可能な施設は異なりますので、予約するとき施設に確認してください。どういった病気や怪我の場合に利用することができるんでしょうか。はい、対象となる病気は風邪、インフルエンザなどの伝染性疾患、喘息などの慢性疾患、やけどや骨折などの外傷性疾患です。感染の心配ってないんでしょうか。はい、症状別に部屋を分け隔離室も備えるなど室内感染防止に配慮しています。利用するためにはどのような手続きが必要ですか。はい、お子さんの予防接種や健康状況などを把握するためにまずは事前登録が必要です。登録はお近くの病児・病後児保育室で行います。登録後すべての施設を利用可能になります。お子さんを預ける前には医師の診察が必要です。かかりつけの医師から医師連絡票を発行してもらってください。その後利用したい施設の空き状況を確認して予約を行い、利用当日に利用申込書と医師連絡票を施設に提出してください。預けられる時間や料金も教えてください。はい、基本時間は午前8時30分から午後5時30分まで。それ以外の時間は施設によって異なります。基本料金は4時間以内1000円、4時間を超える場合2000円、基本時間以外の利用には延長料金がかかります。では最後にテレビをご覧の皆さんにメッセージお願いします。はい、保育士と看護師が技師と連携しながらお預かりします。通常の保育園と同じようにお昼寝や遊びの時間があります。詳しい内容は新潟市ホームページ病児・病後児保育をご覧ください。病児・病後児保育について木漏れ日保育士の小田さんに伺いました。小田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。